こんにちは、ブルーホスです。本日もディトロイトやってまいりましょう。アマンダを見つけるですね。アマンダって言ったら、あれですね。ジュラスク・パーク3に出てくるポールの奥さんですね。アマンダ、アマンダ、ハニーって。ね、いいですか、皆さん。大きい声を出したらダメですよ。大きい声を出したら。スピノサウルスが寄ってくる。これはなんだ？調べましょう。なんか急に日本らしい庭園がやってきましたね。手を添えるとギュイーおお、白くなってる。美白ですね。何何どうした？触れてはいけない何かが出てきた。なんかウイルスみたいな。え、結局何だったの？結局何だったの？お、枯山水庭園やね。枯山水庭園、うん、だよね、合ってるよね。急に日本っぽくなったよね。え、ここデトロイトですよね。え、デトロイトだよね。ボート、あれかな、アマンダ。違うな、あれはアマンダっぽくないの。おっさんだな。いいな、ボート乗って、うろうろしたい。これをこう、いろいろと見ていく中で、あ、さすがにハスの上。アンドロイドって、体重何キロなんだろうね。中は鉄でいっぱい詰まってるだろうから、あ、でも何だったっけ、プラスチック野郎って言われてるからそんなに重くはないのかな。すげえ、上が見えない、高っ。はあ、金持ちって感じですね。うわ、でもこういうところをなんかさ、春とか夏くらいでそんなに暑くない時期にのんびりしたりしてみたいね。こっちの方はいけないのか。さすがにあんまり道外れすぎるっていうのはいけない。多分真ん中の方に、やっぱあれアマンダかな。もうちょっとぐるぐるっとね、ゆっくりと。墓石？どなたかの墓石ですか？調べる。なんか随分ハイテクな墓石ですね。コナーマーク、デトロイト、パークアベニュー、2030、コナーって、RK って、俺じゃん。オーガスト、フィフス。え？俺じゃね？俺じゃん！どっちも俺じゃん。マーク2。え？あ、どうも、三代目コナーです。ほ、11月6日、デトロイト警察署で、あ、あれだ！なんだったっけ？変異種で調べた時のコナー。あ、はい、変異種を、なんかや、取り調べしてた時のコナーだから、こいつ3体目コナーなんだ。で、その本当の持ち主がアマンダ。こんな、なんていうの、ありきたりな推理でいいの。真実はいつも一つじゃない気がしてきた。普通にハトいるね。え、ここ何、実は日本とか、日本こんな綺麗な空してるのかな。まあ、スタート地に戻ってきたんでね。そろそろ。調べるとこれだけで終わりかな。でもコナーがね、ふふ、1人目と2人目のコナーは残像だった。本物はここだ。バラ。いいね。知ってます？皆さん、鹿の島って言った、島、スペイン村がある。え、鹿の島じゃないの？何だったっけな？あ、え、鹿島だった。え、違う、鹿島は違う、アントラーズだ。あれ、なんだ、あ、賢島っていうね、近鉄の駅があるんですけど、島、スペイン村のところね、にバラ園っていうのがあるんですよ。片道徒歩20分か25分くらいのところ。ぜひね、行ってみてください。なんか見たこともないようなバラたちがね、いっぱい待ち受けてますんでね。で、しかもそこで飲めるバラのサイダーっていうのがめちゃくちゃ美味しかった記憶がある。もう、かれこれ、何年前だろうね。8年くらい前に行ったのかな。うん。あ、アマンダさん。Talk to me, please. Hello, Amanda. Hello, Amanda.アマンダ信用。Hannah, it's good to see you. おー、なんかマトリックスの預言者みたいな雰囲気がある。全社破壊されました。だから救世主としてネオがやってきました。うん。わかりました。I don't intend to. やっぱクローンがどんどんあれなんだね。コナーが破壊されたと記憶は次のコナーに。え、じゃあこのコナーは前のコナーの記憶もあるってわけか。なるほど。わかりました。ただ破壊され続けると記憶が断片的になっていってしまうから、そうならないようにちゃんと
体保ちなさいよ、ちょっとね。まあそうだよね。Challenging. いや、What did you think of the deviant? あ、そうか、その時の記憶を持たない。変異体の兆候、間違いなく PTSD after being abused by its own. ごめんなさい、また X と Y が逆になってるのを忘れてました。まあ、This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. そうなんですよ、アンダーソン。ネオやん。まあ興味はそそられるよね。I think he's irritable. 短期で難しい人物です。でも興味はそそられます。I also think he used to be a good detective. 昔は、いや、今もいい刑事だったね。He's an intriguing character. Unfortunately, we have no choice but to. いや、もうおっしゃる通りですね。やっぱ人間と、まあ、人間に作っていただいた上でね。いや、もうそれは適応するしかないでしょ。It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. マジか。アマンダ、more and more androids show signs of deviancy. コナー潰される。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば、それはそうでしょう。You're the most advanced prototype cyberlife has ever created. 世界になっちゃうからね。If anyone can figure out what's happening, 最先端だけのプロトタイプなのか。You can count on me, Amanda.Pick up the investigation where the previous con left off and put a stop to this. え、でも今、何を操作して、変異体が起こる原因を操作し、見つけるっていうこと。Hurry, Connor. わかりました。There's little time. うえい、この人がラスボスだな、きっと。この人を倒してアンドロイドが解放されてゲームクリアっていうオチやな。で、セントラルステーション、ミシガン。あ、なんかチャプターの終わりっぽかったけど、次に進んだな。よし、ネオ見つけよう。で、お腹に、なんかよくわかんないスパイの小型ロボットを植え付けて。You might be in shock. Just take it easy. おぉ、ああ、赤ん坊かと思って。わあ、もうなんか読み取れない。威嚇射撃されても双方に不調はないのかと確認が取れています。ニュースもやってるし。デニス・リーグス、これ以上かありがとう。やばい、言葉が読み切れない、スウェーデンとカナダ、きっともうすぐ、この両国が速やかに国際会議を開催し、軍を撤退するよと言っています。ですが、今のところ、モスクワとワシントンも沈黙を守っているようです。状況の変化が確認され次第、随時番組でお知らせします。ウェーなんか真ん中でジョーカーが踊ってそうですね。もういいか。よし、じゃあ、ここを、あ、違う。あ、ですよね。ごめんなさい、間違えました。ネオ呼んで、コーヒー飲んでる。めっちゃ受付のお嬢さん見てくる。早く受付来いよって、別の受付に向かう。どうしよう、不安だわ。ここは特にない。あ、これなんだ。大丈夫。ダダダダ。知ってる人はいないね。じゃあ、お邪魔しました。違う。はい。Can I help you? アンダーソン警部補に面会を。Do you have authorization? 許可の確認を。Yes. ああ、そうだ。ちょっと待って、別の会話を混ぜられると結構困る。おお、意思疎通。Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk.アンダーソン警部補、通行許可確認、アンダーソン警部補のデスクを見つける。じゃあ、行きまーす。お邪魔し。ドゥルン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 。これもしかしてコーヒーメーカー?いいね。まあ一応そのネゴシエーターだから、あ、デスクについて。I'm looking for Lieutenant Anderson's desk. どこですか? It's that desk right there. あちらのデスクです。いくつ目のデスク ?PM700。でも違うところへ向かっていく。何これ?なんか研修中なのかな?入ることはできないと。まあ、せっかく刑務所に来たんでね。刑務所じゃない。いけないのか。警察署に来たんで、まあ、いろいろとね、ちょっとね、見て回っていきましょうか。おお、なんかもうハイテクって感じするね。コーヒー飲んでる。これあれかな、各地の監視カメラかな。あれ
あの女の子、アリスたちいないの、アリスたち。アリスとカールじゃなくて、カールは違う。あれ誰だったっけ、やばいやばいやばい。前回パートナーのはずなの、前回パートナーのはずなのに忘れちゃった。直立不動。こっちは特にないんだ。こんななんかいろいろうろうろしてたらね、パウエル！ウィルソン。ウィルソンさん。え、充電中？充電なの？おお、アンドロイド警官 PC200 型、集約2035年。なるほど。3年目の若、じゃあ4年目の若造か。PC200、同じですね。で、君は2037。なるほど。まだ1年目ですね。あ、違う、もう2年目に入ってるか。2038年の11月ですからね。2年目か。まだまだ若手ですね。続きまして、え？調べさせてくれない。やばいやばいやばい。なんかすごい、いや、つかなったね。ミラー。話す。おい、マジかよ。マジです。あ、そうなんですよ。ペニーシャ修復可能でした。あ、そうなんですよ。だから、どうも3代目コナーです。Don't waste any time over at CyberLife. そうなんだよね。I don't think Hank's gonna be overjoyed to see you. 喜ぶかどうか。いやー、多分めんどくさいのが帰ってきたなとか言われるんだろうな。リード。ブラウン。ブラウンとはお話ができないと。で、パーソン。人。パーソンおしゃべりしよう。アジア系でしたね。親近感湧くわ。でこれが違うわ。コリンズでしたね。DT コリンズ。でこれがアンダーソン。アンダーソン見っけ。アンダーソン見つけたけど。到着されますか。Depends on where he was the night before. 前の晩どこにいたかによる。新卒ですから。ってことは普段はいないってことですね。待つ。ただでも待つだけじゃな。え、生意気に座ってもいいの？かわいい。座り方が非常にかわいい。新しい職場を探索する。このまま座って待つっていうのもありなんだけど。まあ、どっか探しに行きましょうか。アンダーソン、ハン、あ、聞く。で、音楽を。ドゥルッドゥッドゥッドゥッ。あ、うるさい。データ分析。ヘビーダークメタル。また随分ロッキーなの聞いてるね。え、ちょっと待って、2021年って書いてあった今。しまった。ハンク・アンダーソン。ハンクでアンダーソンか。おう。あら、残念。Leave a message if that's what turns you on, but don't expect me to call back. ハンクらしいね。Whatever. じゃあ、メッセージ残しましょう。This is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. でも残すことで逆に警戒されるかな。残さない方が良かったかもしれないな。あいつかよ、電話してきやがって。意地が、何が何でもいかねえぜ。意地張られるかもしれないね。しまったな。髪の毛ちょっと乱れてきたね。よし、分析、分析。あ、アンダーソン警部補を調べるんじゃなくて、まずはこっちからですね。よし。デトロイトバスケット、え、ちょっと待って、え？デトロイトの野球帽。野球帽だけど、バスケットボールなんだ。デトロイトにどんな野球のチームがあるか知らないんだけどね。バスケだったらピストンズです。もう間違いなく。ハンアンドロイドのスローガン、アンドロイドではなく頭を使い、アンドロイドフリーの環境へ。人間がさ、働かなくて済むんだったらさ、やっぱ使い方次第だよね、道具ってね。マッチ、ジミーのバー、リンを含む。リンか、ちょっと危ないですね。あ、椅子。椅子じゃなかった。マッチ、あれ？二つ目？ほい。2027年特捜部、ちょうどね、録画してるマークのこって見えないんですよね。複合捜査チーム。レッドアイス、バイバイネットワーク排除に貢献。レッドアイス、ブラックドラゴン。ケース。なるほどね。家でセントバーナード買ってんだ。ね、相当な大型系ですよね。ドーナッツの食べかけ。452、コレステロールに糖質が高すぎるね。ドーナッツって揚げ物の中でもね、相当きますからね。よし。音楽はさっき聞いた。あれ？あ、あった。いろはもみじ。
これまあ別にあれだね、盆栽ってわけじゃないよね。でこれで冷えたコーヒー、これいつからのコーヒーなのよ。読めるの？分析完了したけどなんかある。これも調べる。デトロイト式レッドアイスのバイネットでいいのかな。ちょっと本当に読めないんだよね。レッドワークを摘発、国内で50人以上を検挙、凶悪な売人を逮捕し、拡大し続けるレッドアイスの悪夢にデトロイト死刑が終止符を打った。これにより麻薬売買は推定50万ドルに及ぶ規模で縮小。若くして才能あふれるハンク・アンダーソン刑事は何ヶ月にも及ぶ作戦の立役者と言われている。アンダーソン刑事とチームの活躍は捜査員の鏡と称されているとのことだ。アンダーソン刑事、警部補に昇格。デトロイト死刑最年少の警部補に、ハンク・アンダーソン警部補は、近年まれに見るデトロイト死刑の敏腕刑事、注目を集めた事件を多数解決に導き、デトロイト死刑の要として活躍。ファウラー警部は、今回の昇進を遅すぎるくらいだと述べ、アンダーソン警部補を所長が共に仕事をした中で最も才能ある警官であると称賛。警部補は今後も目覚ましいスピードで昇進するだろうと期待されており、すでに未来の所長になる人物とささやかれている。あ、左に書いてあったね。売人ネットワークを摘発ってね。しまった。デトロイトで新たにレッドアイスの売人を検挙。ハンク・アンダーソン警部補とデトロイト市捜査班、死刑捜査班の長期にわたる捜査の末、1トンにも及ぶレッドアイスが船の貨物室から発見された。レッドアイスって一体何？2031年11月23日。なるほどね。10年前の記事とかがいろいろ載ってるってわけだ。オッケー。で、これ分析完了したけど、警部は賞を授与された警官だった。うん。すげえ満足そうに見てるな。で、それを調べてる間に来たー。My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. おいお前、昨日のことだったの。My predecessor was unfortunately destroyed, but Cyberlife transferred its memory and sent me to replace it. This incident should not affect the investigation. Jesus. おい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 。余計な仕事を増やしてくれるんじゃねえす。昼間来やがってって、お説教タイムですね。じゃあオフィスで話を一緒に聞きましょう。私が保護者だ。トゥルントゥルン。バタタタタタラ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 タタタタラタタ。I've got 10 new cases in the house. 10件マンドルだから事件が舞い込んでくる。We've always had isolated incidents. 昔から通報はあったが、バーサのアイドルが行方不明だとかその程度。But now, それが。今じゃ暴力だったや、昨夜みたいな殺人事件まで起き、これはサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事な大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前、一連の事件に関連するし、待ってくれ、なんで俺が担当なんです。I am the least qualified cop in the country. この試験に置いてらっしゃる山ほどいるでしょ。 I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone.Everybody's overloaded. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold the bag. Cyberlife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Hey, you are seriously starting to piss me off. You are a police lieutenant. You are supposed to do what I say, and shut your goddamn mouth. You know my goddamn mouth has to say to you. Okay. I'll pretend like I didn't hear that. So I don't have to add any more pages to your disciplinary folder. Cause it already looks like a fucking novel.This conversation is over. 終わりだ。 Jeffrey, Jesus Christ, Jeffrey, what are you doing this to me? なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺なんどの時だしてるだろ。マジで勘弁してくると。I've had just about enough of your bitch. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. 私も忙しいんでね。呼んだのはこの人なのにね、ジェフリーさん。で、取り残された私はどうしたらいい？I would like to start reviewing the case files. Can you tell me where I talked to Hank? Close the door on your way out. この人が今の所長なのかな？ Have a nice day, Captain. あ、じゃあ警部か。じゃあ上司ですね。ほったからね。お邪魔しました。捜査を進めましょう。ハンクの様子を見る。ちょっと待って。いくつ？ハンクの様子を見ると鍵がまだあれだね。ってことはまだ何も調べてないものがあるので、いろいろとちょっと見て回りましょう。こんなのあったっけ。まあいいや。おお、
Shit. Shit. Look at that. What? A fucking ghost. His clone ends up in the dumpster. 昨夜ゴミ箱行きになったっていうのに。What do you know? ところがどっこい。Now the son of a bitch takes his place. また現れやがって。自己紹介しましょう。こんにちは。私はコナーです。殴られるのかな。この人誰？ I've seen like、you before. お前みたいなのは初めてだ。My lord. 型番は。もう答えましょう。RK800。RK8。I'm a prototype。プロトタイプですよ。A prototype。プロトタイプ。Android detective。アンドロイドでたか、デカだぜ。So machine's gonna replace us all。こっち紙に出てきそう。アンドロイドデカって。アンドロイドデカ。Bring me a coffee, dipshit。それは断る。Get a move on。なんでそんな嫌がってんの ？I'm sorry, but I only take orders from Lieutenant Anderson。私はアンダーソンのしもべです。なんで ？When a human gives you an order。You obey. 君が人間だったらね。ウジ虫。Stay out of my way. Next time, you won't get off so easy. おお。プラ意外と弱いの？なんかその気になればさ、なんか一月するだけでさ、なんかもう部屋の隅から隅まで飛ばすくらいの力ないのかな？それは T800 の見過ぎやっぱり。ネクタイは正しい。なんでそんなさ。ああでもまだ鍵は解放されてないね。コーヒー買うってなったら何だったらな。世論懐疑的。特に調べるものはない。入りましょう。あ、昨日頭ぶち抜かれたあれだ。なんだっけ、取り調べ室だ。特に調べるものはない。ここまでコーヒーてかコーヒーくらい自分で入れたらいいじゃん。武将もだね。取り調べ室に行ってみよう。そしたらなんか自分の血痕とか出てくるかもしれないよね。お邪魔しまーす。なんかあーなるほどね、映し鏡になってる。なんかマジックミラーかどうかっていうのはなんかその鏡側の方手を合わせた時になんか間があるかないかってなんかわかるみたいな、そんなことを聞いたことがありますね。これどこに本当調べるのないんだね。まあいいや。じゃあお邪魔しました。で、こっちはいけ、あ、はい。男女兼用なんですね。ちょっと用を足したくなってしまいまして。これもまさかマジックミラー。見る。殴られたところはだい、あ、ちょっと髪型気にしてんの。あれそういえば髪型さ、さっきさ、鏡に向かって右側がさ、ちょっとさ、なんか乱れて、あ、やっぱ乱れてるよね。何この前髪がお気に入りなの。個室があるとはいえさ、男女一緒に行って、ちょっと嫌だよね。すげえ、なんか、なんて言うんだろう。超ローカルネタで行くと、JR の大阪でですね、玉造駅っていうのが環状線にあって、玉造駅に、なんだったっけな、タマカフェだったかな、なんかね、フードコートみたいなのがあって、そこにお手洗いあるんですけど、そこのお手洗いね、男女兼用で、代をするところがね、2つしかないっていうね、すごい、あれなんでね、何見てんだよって。ああ、怒ってる。犯罪を犯したくせに。犯罪者が偉そうにしてる。別に文句ないよ。いや、別にクソがって言うけどさ、何をそんなに切り立ってんのよ。てか、汚ね。さすがにこの中に入ることまではできなさそうですね。見る。うわー、おしっこ漏れそう。いや、トイレ頭にあるよ。トイレ頭にあるけどいいの。Ace Hands Inside Circles。特に何もないと。全然事件に関して調べられられないね。なんか鍵かかってる2つめちゃくちゃ気になるんやけど、この人とは喋れない。でもこの人たちは何なの？あ、なんか、人が入ってる。またコーヒー買ってこいって言われるかな。ヨウヨウ。お話ししましょう。コーヒーってこれだったんでね。目の前にあるのにコーヒー入れてこいよって、なんかあれだね。自分で入れたらどうですって。事件のことを調べるっていうことだったんですが、誰か何か知らない？お花、なんか今、一瞬動かなかった？気のせいか。誰か事件の、出たー！なんだったっけ、こいつ。
あ、ミスターウジ虫。よう。よう、よう。よう。こんなの刑事にしちゃダメでしょ。まあ警察官はね、検挙率が一番なんか大事みたいなね、こと言ってるみたいですけどね。まあ、そんなことよりもどうでもいい。新しいコナーについて。あ、なんか、近づいたら、あ、そういうのが出てくるんだ。じゃあ、新しいコナーについて喋ってみよう。I understand the destruction of my predecessor. 破壊されて、あなたは不愉快な気分をさせてしまいました。I'll do everything I can to make sure it doesn't happen again. でもそれに関してコナーだけが悪いのか？ああ、無理か。じゃあちょっとパートナーとして。なんかめっちゃ挑発的。お前はパートナーとは認めないみたいなね。デスク。Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. どこ？ああ、正面。やった。正面で仕事していいんだ。え、すげえいい人じゃん。やっぱり救世主は違うね。ネオだけど。よし、じゃあ正面のデスクな、せっかくなんで座りましょう。で、座った瞬間にパソコンバーンぶつけて、てめえなんかパートナーじゃねえとかって言われたら怖いよね。バスケットボール。You're a Detroit Gears fan, right?Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Detroit Pistons. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. あ、そうなんだ。見てたんだけど。ああ、ああ、やっちまった。やっちまった。もうなんかついついバスケ。いや、いきなりそこの確信触れたらダメだね。じゃあ、Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. いや、あ、そうだから、何ていうの。そういうなんか話題を無理やり味に行こうっていうのは多分良くない。Well, I don't really listen to music as such. じゃあなんか口から出まかせ言ってるっていう思われちゃう。ああ、これこうか。わかんない。難しい。じゃあちょっとアンドロイドが嫌いな理由を教えてもらっていいですか。A lot of people don't appreciate having Androids. なんでこう、まあでもアンドロイドだから。俺も逆にこんな喋り方されたらめっちゃ嫌うけど。In particular, you despise me. 臭いから。Yeah. There is one. あれかな、家族をやられたとか。ああ、でもここはでも触れとかないといけないところだよね。ファウラー警部。犬。You have a dog, right? なんでわかった？ The dog hairs on your chair. I like dogs.なんかだから好きで行くのっていうのはちょっとあるな。あー、またこれ評価下げる。スモー。スモー。スモー。スノーじゃなくてスモーなんや。え、あのスモーってことかな。じゃあ出勤時間どうしたんですか。じゃあだからその、違う、それはまずい。私は何時から来ればいいですか。何したらいいんだけど。Stop busting my balls, okay? ほらね、絶対評価下がるやん。もう。思ってる。あ、なんか何もなかった。じゃあファウラー。Have you known Captain Fowler for long? めっちゃ話しかけるけど、全部話しかけてるから嫌になることな。どういう関係性なんだろうね。なんか入った時からの先輩みたいな。じゃあ調査。If you have any files on deviants, I'd like to take a look at them. 自分で取ってこいよ。Knock yourself out. あ、どうも。あた、いいパソコンだね。じゃあアクセスしましょう。い、容疑者。事件種別、暴行、チャールズ・ベル、報告を行った警官、ユニット、シャープ566、アンダーソン警部補、事件のステータス未解決、アンドロイドの関与あり、被害者はチャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン、ファーストコリードックでウェイターとして働く AV500、シャープ234-777-821に襲われたと主張している。被害者によると、アンドロイドは現場から逃亡する前に突然被害者を突き飛ばし、首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。なるほど。じゃあ下に行きましょう。暴行、サラコーンウォル、被害者。報告を行った警官、ユニット714で、アンダーソン警部補未解決、アンドロイド関与あり。被害者は、所有していた AP700、シャープ480913802に襲われた。アンドロイド逃亡前に複数の部屋を荒らしている容疑者。で、失踪中、
フロイド・ミルズ被害者報告、アンダーソンで、被害者であるエデンクラブのマネージャーは精神アンドロイド WR400 シャープ6419-0831の失踪追放、失踪した上に追放って帰ってくる場所なくなっちゃうじゃん。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものと見られる。でも連れ去られたんじゃないこれ。で、あ、全部見たのか。違うな。トット。トットじゃん。トットじゃないけど。あ、これ名前何だったっけ忘れちゃった。前回パートの主人公なのにな。まあ、いや、ちょっとゴードン・ロペス、一番上まで来ました。被害者はいつも通りアンドロイドを家に残し、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし、アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。なるほどね。で、それから廃棄済み、自宅で、アンドロイドが争った後死亡した、これあれじゃん。レオ、だけど、レオが被害者ってなってるけど、レオが犯人なんだよ。レオが撃ち殺してはないけど、レオがね、殺したんだもんね、これね、実際ね。自宅で死亡しているカール・マンフレッドを発見。息子と所有していたアンドロイドが争った後死亡したとのこと。息子はアンドロイドが暴力的だったと証言。アンドロイドはプロトタイプとされ、現場に駆けつけた巡査に破壊されたとのこと。で、名前本当に何だったっけ？めっちゃ忘れてしまった。やばい。被害者は所有していた AX400 型に襲われたと主張。アンドロイドは数日前に修復から戻り、過去に敵の兆候も見られた。いや、これトットに関しては完全に嘘だからね、これ。やっぱ、あれだよね、人間のさ、なんて言うんだろう、主張が、やっぱり、ね、なんだっけ、ね、優先されてしまうからもう仕方ないっちゃ仕方ないところなんだけどね。ちょっと待って、ヒロインの名前がね、全然思い出せなくてね、なんだったっけ？本当に。ちょっと待って、思い出す。ちょっと待ってね。アリスは、女の子だったはず。アリスじゃなくて、もうなんかお名前忘れた。で、この破壊されたカールもなんだったっけ？そうだ、マーカス。まあ、これはマーカスだね。マーカスで、女の子のキャラが何だったっけ？これもね、バイオハザードが絡んだ名前だった。あ、思い出した。カールじゃない。カーラだ。よし、OK。じゃあ、全ファイルスキャンしましょう。OK。1,243 ファイル。1期目は9ヶ月前です。9ヶ月間で243件ってことは、平均すると、25件くらいってことか。いや、違うな。これでもさ、だってプログラムされていること以上のことをやろうとしないわけでしょ。ってことはやっぱり人間がそのプログラムを与えてるってこと自体がまず問題だっていうことに人間が考えを至らないといけないっていう話だよね。情けないよね、人間って。結局自分で作ったもので自分たちを破壊してるんだもんさ。率直な意見を伝える。You shouldn't let your personal situation hamper the investigation, Lieutenant. You don't know what the hell you're talking about. So why don't you just run your program? はい。評価を下げました。Shut the fuck up. すいません。あ、何も思われなかった。辞任、落とす。は？じゃあ毅然とした態度を示す。I've been assigned this mission. 私の任務は事件の解決です。I didn't come here to wait until you feel like working. じゃあお前一人で捜査しろよって言われたら終わりやな。Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant, sorry to disturb you. I have some information on the AX400 that attacked the guy last night. It's been seen in the Ravendale district. I'm on it. そこに向かっていくと。これなんかそのカールじゃない。コナー、マーカス、それから。カーラの出会うシーンってのあったりするのかな。ああ、でもこれちょっと評価下げたのっていうのはやべえなー。ハンクが手がかりを得た。あ、違うゴールもあったわけなんだ。なるほどね。しまったな。あ、でもハンクが激怒するっていうゴールは同じだったんだ。あ、ここら辺はあれだね。ハンクのデスクを調べる。ああ、こっちにも行ってハンクと話すっていうオチもあったわけだ。ハンクを待つで、あとギャビンと話す。他にも話せたんだ。しまったね。まあ、ここら辺はあれだ。
全部いけたっていうことです。あ、でも 76% コンプだったらいいんじゃないですかね。ちょっと、非常に長いパートになったんですけれども、なんかだんだんね、アンドロイドがその暴走し始めるっていうところに追求していく場面が近づいてきたかと思いますんで、まあ、まだまだパート続くかと思うんですけど、また次回もお楽しみいただけたらと思います。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。